ブをご覧の皆さん、こんにちは、黒田有沙です。今回も星の数ほどある YouTube 動画の中からこちらを選んで見ていただき本当にありがとうございます。今回は今年のペルセウス座流星群は8月12日22時頃に最も多く見られると予想されています。13日の夜くらいまではいつもより流星が多く見られるかもという感じなので、ぜひ空を眺めてみましょう。流れ星が流れるということは、宇宙を漂っている塵が地球に突入してくるということ。これ自体は日常茶飯事で決して珍しいことではありません。でもいつどこから流れてくるかっていうのは予想できないんですね。でも流星群というのは毎年決まった時期に起こります。8月の中旬に起こるのがペルセウス座流星群、11月中旬には獅子座流星群、12月中旬には双子座流星群、1月に入ってすぐには四分儀座流星群というように、いついつこの名前の流星群がやってきますよというのは決まっているんですね。この流星群についている星座の名前、これはこの星座の方角を中心にして放射線状に流れますよという目印のためにつけられています。今回はペルセウス座の方角を中心に見てみると見えやすいよということなんですね。で、実際の空を見てみると、例えばここにペルセウス座があったとして、あ、こんな風に流れていくのかなと思いきや、急にここら辺からシュンって来る時もあるんですよ。なので気長に楽しみながら空を眺めていただければと思います。こう思っているんではないでしょうか。どうして流星群は決まった時期に見られるの？それについてご説明します。そもそも流星群がどうして見えるかというと、地球が塵が集まっているところに突っ込んでいくからなんですね。地球は1年をかけて太陽の周りを一周しています。で、この地球の軌道上にいくつか塵が集まった塵スポットなるものがあるんですよ。1年経つと地球は同じ場所に戻ってくるので、毎年同じ時期にその塵スポットに突っ込む、つまり流星群が見られるということなんですね。ではどうして地球の軌道上に塵スポットがあるんでしょうか。実はこれは彗星、ほうき星が通った後の道なんですよ。彗星はとっても地球から離れたとっても寒い場所から太陽の重力で引っ張られてやってきて、また離れていきます。今回のペルセウス座流星群のチリスポットを作ったのはスイフトタットル彗星、133年周期の彗星で、最近だと1992年に観測されました。この彗星の軌道が作ったゴミの道、ダストトレイルと地球の軌道が重なる場所があって、そこがチリスポットになるわけなんですね。こうして流星群の元となる流星物質を放出している天体を母天体というんですが、それぞれの流星群は別々の母天体の影響で発生しているんですね。さて、彗星は寒いところにいる時は氷で覆われています。これは純粋に固まった氷じゃなくって、表面は塵がたくさんついているので、汚れた雪だるまなんて言われ方をします。材料は水星、太陽を準備しましょう。1、水星を太陽に近づけて周りを溶かしていきましょう。2、テンションを上げた水星から気体が光るイオンの尾と塵の尾を放出させます。3、塵の尾から比較的大きな粒を軌道に残していきます。
何度も太陽の周りを周回させることでどんどん濃くできるでしょう。こうしてダストトレイルの出来上がりです。ゴミに地球が突っ込んでいくっていうのは、まあ、本当に聞こえが悪いんですが、それが大気に突入することで最高の形で私たちを楽しませてくれる。塵も積もれば流星群になるということなんですね。ちなみにペルセウス座流星群は1991年から1994年に従来の2倍ほど流星が見られたそうです。母天体が帰ってきたばっかりだったから塵もたくさんあったというわけなんですね。流星群を見るときはペルセウス座の方角をぼんやりと広い範囲で見るのをおすすめします。この時できるだけ月の光を遮った方がいいです。月は本当に美しいですよね。でも天体観測をするときは月の明るさで遠い星たちの光は消されてしまうんですね。でも逆に月の近くにあって明るい星は太陽系の惑星なので、それも楽しんで見てみてください。できれば15分くらいは空を眺めてみてください。ペルセウス座は W の形でおなじみのカシオペア座の近くにあります。時間帯によって放射点の方角は変わっていくので、スマホの星空アプリを空にかざして位置を調べるのがおすすめですよ。本日の YouTube はこれまで。ちなみにペルセウス座の由来となった英雄ペルセウスが左手に持っているものは、目を見ると石にされてしまうメデューサなんですって。この動画が少しでもいいな、ためになったなと思う方はいいねボタンと部員登録、コメントをよろしくお願いします。部活動お疲れ様でした。